ありがとう。君は誰よりも俺を喜ばせることがうまいな。祝ってくれてありがとう、特待生。この気持ちを言葉で言い表せないから行動で示そう。ぎゅーっと抱きしめちゃうぞ。おめでとう、ミカド。誕生日ですから特別に癒して差し上げましょう。まずは子守歌からでしょうか。お誕生日おめでとうございます、ミカさん。リフライのリーダーはミカさんじゃないと務まりません。でももっと俺やシロにも頼っていいですからね。誕生日おめでとうございます。ミカさんにはめっちゃ世話になってるから最高のプレゼントを渡したいんす。んけど悩みすぎてまだ決まってないです。ミカド、誕生日おめでとう。お前が毎日楽しく過ごしてるのを見るのは友人として嬉しい。ただ一つ大人になったならもう少し落ち着きを持ってくれ。青柳先輩、お誕生日おめでとうございます。こないだ行く先々でバイトしてるのを見かけましたよ。体壊さないようにほどほどにしてくださいね。ミカ先輩、ハッピーパンツデイ。今日の部活はお誕生日会なので練習はありません。今年は優しく教えてください。青柳先輩、誕生日おめでとうございます。先輩の節約術、また指導を仰ぎたいでござる。とりあえず誕生日おめでとう。お前へのプレゼントって物が物だけに買いにくいんだよな。ミカ、誕生日おめでとう。ミカが宝石が丘に入ってくれて嬉しかった。両立って大変だからバイトはほどほどにね。青柳、誕生日おめでとう。これプレゼントだけど残念ながら中身はパンツじゃないよ。青柳先輩、お誕生日おめでとうございます。先輩の囲碁指南、自分も受けてみたいのだ。ハッピーバースデー、青柳先輩。レディーを魅了する先輩の演技、これからもたくさんスタディさせてくださいね。青の字、おめでとう。囲碁部の部室から教えている声が聞こえてくるのが気になっておった。俺にも今度教えてくれんかの。青柳先輩にパンツを買おうとしたら沢くんがやめときなさいって。誕生日プレゼントどうしようかな。青柳の誕生日か。さっき急いで教室出て行ったみたいだけど、もしかして今日もバイトか。誕生日くらいはゆっくりしたらいいのにな。お誕生日おめでとうございます。青柳先輩の料理すごく美味しくて大好きです。あの、囲碁部と家庭科部掛け持ちとかどうですか。青柳先輩の誕生日プレゼント何にしよう。先輩の好きなものはパンツ。何でもいいか。青柳先輩おめでとうございます。今度青柳先輩がバイトしてる時に宝ハンバーガーに行きますね。青柳先輩おめでとうございます。この前先輩が作った弁当変味に分けてもらったんすけど、めちゃくちゃうまかったっす。青柳先輩、誕生日おめでとうございます。俺にはない色気っていうか、そういうところを真似したいなって思ってたりしてます。青柳の誕生日か。何を用意したらいいのか見当もつかんが、クラスの面々と買い出しに出かけるとろくなことにならないな。青柳先輩、お誕生日おめでとうございます。
いっつも宝ハンバーガーでトッピングサービスしてくれてありがとうございます。ミカドくん、お誕生日おめでとう。誕生日なのにアルバイトなんて熱心だね。ユニットのみんながお祝いしたがってたよ。吉祥くんが今日は青柳先輩の誕生日だって言ってたので、おめでとうございます。プレゼントってやっぱりあれがいいんですかね。青柳先輩、誕生日おめでとうございます。これ葉っぱで編んだパンツだよ。あれ、あんまり嬉しくない？ミカド、おめでとう。お前は相変わらず変わらないな。プレゼントは何がいい？特別に要望を聞いてやるよ。青柳先輩の誕生日プレゼントはパンツをあげる人が多いからパンツの山ができるって聞いたんだけど、あんまり見たくない。ミカさん、今日くらいはバイトお休みですよね。そうじゃないと お祝いの計画が。青柳先輩へのプレゼントはパンツがいいと聞いたんですが、すみません、俺にはそれを用意する度胸がなくて。